バイデン大統領は11月18日、北京冬季五輪の外交的ボイコットを検討していることを明らかにしました。つまり、自身を含むアメリカ政府関係者は五輪に出席しないということです。連邦議会の両党の議員は共にこの動きを支持しています。トムコットン上院議員はアメリカ選手団もボイコットすべきだと述べています。北京冬季五輪の開催が近づくにつれ、 連邦議会議員もアメリカのボイコットを求める動きに加わっています。ナンシー・ペロシ下院議長は外交的なボイコットを支持し、この問題を黙って見過ごすことは容認できない。それは中国の虐待行為を助長させてしまうことになると述べています。バイデン大統領はボイコット計画を正式には発表していませんが、トムコットン上院議員は、ボイコットこそ道徳的に正しい唯一の選択肢であるとし、 政府はこれを実行するだろうと語っています。もし国務長官や副大統領などが中国への代表団を率いることを認めるなら、それはリーダーシップも道徳的判断も著しく欠如しているということです。コットン上院議員は中国共産党が犯した数々の人道上の犯罪を列挙しています。例えば宗教的マイノリティや少数民族を迫害し、奴隷労働に利用したり、 民族浄化を目的とした少数民族の女性をレイプの対象にしたりするなどの犯罪行為を指摘しています彼らは少数民族や宗教的マイノリティの反体制派から臓器を強制摘出していますこの問題は特に中国のファールン言語学習者にとって極めて重要な問題です この問題の解決に向けて議会でもいくつかの決議が行われたことは知っていますが、なぜそれ以上の進展がないのでしょうか。この問題を進展させるためにアメリカは何ができるのでしょうか。残念ながら、議会には中国共産党に立ち向かおうとしない親中派が多く、バイデン政権に水を差しているのです。 彼らがもっと関心を持っているのは、習近平に30年先の二酸化炭素排出量をゼロにするという非現実的な約束を取り付けるというようなことです。自国民に対して、ジェノサイドを行っている国に立ち向かうのではなく、中国政府と手を組むことが必要であると考えて、気候変動のような分野を優先しているのですコットン議員は中共政権にに対しててさらに強気な行動を取るよう求めています。 外交的ボイコットは必要最低限のことであり、アメリカ選手も参加しないという完全なボイコットが必要だと述べています。ヨーロッパ議会はすでに外交的ボイコットを求める決議を行っています。自由主義諸国はそもそも北京での五輪開催を承認すべきではなかったという声も多く聞かれます。NTD ジャパンがお伝えしました。